虫になりますね。瞑想に近いこの卵と自分だけの世界。料理は宇宙です。練習もなしにやると結構無謀な。でまずね、バターを 10g かな。10g。風味とコクがね増すのでバターを使うから。なかったら全然サラダ油とか、あとオリーブオイルとかでも全然 OK です。じゃあ箸を持ち替えていただいて、ね、準備をしていただいて、はい、ふつふつしてきたら、はい、卵を流し込んでます。はい。はい、流し込みます。あとちょっと、ね、周りが固まるまでじっと待ちましょう。卵もちょっとふつふつしてくるので、はい、そのぐらいが目安です。だいたい中火ぐらいでやるのがおすすめですかね。はい、いいですね。来てます。はい。でやりましょう。でもうすか。はい。あ。あ。ワン。あ、ワン。一回。ワンストロークですね。1、2、3、くる。はい。そんな。はい。行きましょう。もう固まっちゃうんで。はい。ワン。はい。こっち。ツー。はい。で横。あ、また。使う。はい。で回す。お、上手上手。あ、上手上手。あ、すごい、おたこ上手。あ、すごい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 。ついてるけど。あ、上手です。上手上手。で、そしたら、ちょっとそのまま固定しましょう。で、ちょっと待ちます。あ、もういいですね。そしたら、もうご飯の上に、これを持ってご飯の上にスライドして、気持ちね。あ、綺麗綺麗綺麗。まあ最初にしては、うん、ちょっとすごい上出来だと思います。初めてやりましたね、この技は。なかなかね、フライパン一瞬も捨てないですからね。はい、ということでオーディスドオムライスの完成でーす。どうでしたか、やってみて。ちょっとテクニック的な部分もちょっと必要とされて、なんかより料理してる感じがでも意外と簡単そうですね。手順的にも簡単だ、簡単にできるので、はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録を